菊池市にあるワイフ一番館の町角資料館で物言わぬ戦争の語りべたちという題名で菊池市に残る戦争遺跡の展示があってます入場料は220円ですこの展示では菊池飛行場跡の伊者丼坂遺跡などから出土した 第二次世界大戦にまつわる遺物が展示されていますこれは菊池飛行場跡にありますイサドン坂遺跡の発掘調査過程で出てきた12.7ミリ機関弾ですこの遺跡から発点出土したそうです米軍の機関弾です ローレットと呼ばれる金属表面の凹凸のある切り込みが1乗のものが普通弾と栄光弾などだそうです。このローレットという切り込みが2乗のものは M1 焼夷弾などだそうです。街角資料館はすべて撮影禁止でしたので画像はパンフレットのものを使わせていただきました。 こちらは菊池飛行場跡の敷地内にある伊シャドン坂遺跡で見つかった戦争遺物の救護式 4kg 円周爆弾です爆撃機の訓練のために使われたもので完全な形のものが2個見つかりました発掘調査で出土した時の状況は落下の勢いで 地面にのめり込んでいたそうです金属製で長さ約6 0センチ。火薬は入っておらず先端は腐食のためコンクリートが剥き出しになっていました菊池飛行場の爆撃場があった地点と考えられていますおそらくこの付近に的がありそこをめがけて爆弾を落とす訓練をしたのでしょう この特別展示、菊池市に残る戦争遺跡、物言わぬ戦争の語り部たちは、平成6年の11月24日日曜日までとなっています。休館日は月曜日なので気をつけてお出かけください。最後に、菊池飛行場への空襲を受けた戦争遺跡の写真を見ながら学べる動画を 付け加えておきます。よかったらご視聴ください。特攻隊の攻撃に悩まされた米軍は、出撃基地や中継基地となった九州各地の飛行場を徹底して攻撃しました。菊池飛行場も4回の艦載機による空襲を受けた。特に昭和20年5月13日、14日は、 米空母、バターン、ランドルフ搭載の延べ137機の艦載機による波状攻撃を受け、飛行場や通信教育施設などが壊滅的な被害となった。通信教育隊の少年飛行兵34名をはじめ、飛行場へ面会に来た家族など、多くの一般の方も亡くなりました。 戦争遺跡巡りは当時の様子を肌で感じることができてとても素晴らしかったです菊池飛行場ミュージアムでしっかり学ぶのもおすすめです